じゃあお願いします。カジャムです。なんかこう刺されるね、ちょっとオフの時間に話聞いてたら、はい、やっぱアメリカいいですよって。でね、アメリカボストンでやって、はい、帰ってきた時もまたアメリカでやりたいって、うん、こうアメリカの良さって何？そんな日本嫌か。いや、そんなことないですよ。日本は素晴らしいですよ。まあ、食事もいいですし、環境もいいと思うんですけども。でも、最終的に野球をやるんだったら、やっぱトップレベルで やりたいっていうのが、やっぱりそれは。ちょっと待ってくれ、俺はトップでやってないみたいな。すいません、すいません。それもやはり、メジャーを知ったからですよね。まあ、そのままメジャーを行かずに、日本の球界で終わってたら、アメリカの良さが分かってなかったと思うんですけども、うん、そうだ。やっぱりその FA でアメリカに行って1年で、ね、ワールドチャンピオンだったんですよ。かっこいいよな。はい、すみません。でも日本一も取ってるし、はい、世界一も取ってる、まあ、WBC とか出てなかったんですけども。いやいや、それはもう WBC なんかあんまりね、権威のあるっていうか。だってアメリカなんかほとんど出てこないじゃん、スーパースターが。はい、今は出てね、最近はね、来年は出るっていう話なんだけど、はいはい、だけど本気モードが出てますよね。ワールドシリーズ取ってんだもんな。はい、1年目で。でそこでそれを知ったら、やっぱりまたその場所に行きたいっていう風になるんですよ。そうですね。私は何もわからないので。日本だったらやっぱり日本シリーズを毎回のように戦うと、そこがもう出ないとおかしいよっていう風になるじゃないですか。うん、聖地みたいな、こう、はい、ね、一つので高校生だったら甲子園に出て。甲子園出たの？出てました、はい。出させてもらいましたけど。お前なんか俺がやってないことばっかりやってんな。ですよね。だそういう風に、やっぱりこう、何かこう、やっていって、そこがいいなと思ったら、やっぱりまたそこに行きたいってなるんですよ。まあ、そりゃそうだね。で、アメリカを知らなかったらそれなかったんですけども、うん、でもそれを知っちゃったので、やはりこう、マイナーに落ちたとしても、やっぱりメジャー上がるためには何かをしなきゃダメだって思って、やってましたね、僕はね。はい、まあ、例えばアメリカにいて、逆に日本の良さっていうのも知る時あるじゃない。ないのか。まあ、日本帰ってきた時にそれをどうなのかなと思った時に、でも、日本の選手よりも向こうのバッターの方がやっぱすごかったので、まあね、だからそれを比べたら申し訳ないですけどっていう感じがありましたね。だから上から見下ろしてました、僕は。もうソフトバンク時代は2012年ソフトバンクが戻った時は、うん、日本でもし打たれたらそんなのアメリカには絶対戻れないだろうなと思ってたので、抑えてましたね、その時は。かっこいい。はい、だから今もう日本に戻ってきてる日本人の人っていうのはそれを思って投げてると思いますよ。打つ人もそうだと思います。やっぱ向こうの方がやっぱレベル高いですから。まあ、そりゃそうだよね。はい、そこでやってきてダメだから帰ってきたって思われたら嫌じゃないですか。うんうん、だからプライドがあるんですよ。だから秋山君とかもそうですし、マー君もそうですけども、やっぱりもう本当にね、上から目線じゃなくてそういうプライドを持ってやってるんだなっていうふうに思いますけどね。僕もそう思ってやってたもん。マー君と野村監督、はい、まあ、生前の時に対談してるんだよ。はい、その話の中で野村さんは困ったらアウトローに投げときゃいいんだよって、うん、いう理論だったんだよね。はいはい、まあ、思考だったんだけど、はい、それがマー君がなんて返してたと思う。それではメジャーでは通用しないって言ったんだよ。そうなの、やっぱ。はい、僕はメジャーに行って一球アウトロー投げたら初球ホームラン打たれました。それもいいとこ。いいとこです。キャッチャーも本当アウトローからこう、そうなんですよね、バルティックってキャッチャーですけど、本当はワンバン気味になるんじゃないかっていう、こういう取り方で右中間にホームラン打たれました。それも8番バッターに。と思った。いや、もう初球ですよ。僕知らないピッチャーですよ、ルーキーで。うんうん、それで、その日本だったらアウトロー投げとけば、8番、9番だったら、アンパイだろうなと思って投げたボールは、右中間に僕もう突き刺さりました。ショックでした、僕も。あ、やっぱショックだった。はい。いや、もう日本でやってきたのがもうダメだなっていうふうに思って、これメジャー1番か9番までホームランバッターだと思わないとダメだなと思いましたね。やっぱマー君が言ってることはもう分かる。正しいです、正しいです。それだけじゃダメだよって。ダメですね。向こうの人はアウトコースっていうのが全部真ん中なんですよね、リーチ長いんで踏み込んでくるんで、うんうん、そこよりもまあ1つ2つ分外にその出し入れをしないと外はダメなんですよ、うん、でも逆にインコースっていうのはそのリーチが長い分窮屈に積んで、そこをうまく攻めないとダメ。なんか勉強した風だね。いや、すいません。もうそうやってもう攻めてきたんで。なるほどね、はい、じゃあ日本とはもう全く考え方が変わって。違いますね。もうまた今もまた違うじゃないですか、今も、うん、はい。じゃあ解説の時困るでしょ。はい、
メジャーの思考と日本の野球の思考が混ざると、いやでもその時解説はアメリカだったら今のストライクですよって言うんですよ。日本だったらあのボールは外は1個分、ね、中に入らないとストライク取らないですけども、アメリカだったらそこはストライクですけどねって言います。でインコースは逆に日本の場合はストライクなんですよ、うんうん、でもアメリカはそこをいいボールでもストライク取らないんですよね、外が1個分広いんでっていうふうに言います。まあ、例えばさ、日本人だから取らないのかなって思った時もある。いや逆にないです、逆に俺ね、ダルビッシュが投げてる時にね、はい、最初の頃、うん、今ではもう変わったけど、これ明らかにストライクボールにしやがるなとか思って見た時もあるわけよ、はいはい、大谷もそうなの、はい、バッターボックス立ってる時もそう、はい、それはなんか感じる時あった。顔に出すとダメなんですよね、まず、うん、っていうのを結構される時あるじゃないですか、うん、それってやっぱりもう審判の侮辱行為なんで、うん、絶対ボールって言っちゃうんですよね、うん、ストライクボールボールですねっていう笑顔でしとけば、次取ってくる可能性あるんですよ、うん、確認もダメなの？ダメです。今こっち確認は終わってからです。マウンド降りる時1イニングが終わってから審判のところに歩み寄って今のは1個分ボールでしたかっていうのは OK なの。今のはちょっと外にボールだよ、次はうちに1個ぐらい入ったらストライク取ったけどねっていうふうな会話をしています。あ、それはできるんだ、OK、はい、だからやった方がいいんです、そういうの先発ピッチャーの場合は。なるほどね。で、アメリカでよくそのストライクゾーンで、日本だったら逆球でもストライク取ってくれるじゃないですか、うん、アメリカは逆球絶対取らないんですよ、まあ、取ってくれる審判もいますけども、うん、逆球っていうのはコントロールミスなので、うん、だから取らない、取らないです。本当はマスの中に入ってるのにもかかわらず、うん、ボールっていうのは、いや日本も取らないよね、あんまり取らない。でもある程度優しい審判の立ち位置でこう外のボールがここに行っても見えるんで、ストライクゾーンに来てるからストライクっていう人もいると思うんですけども、でもピッチャーからするといや入ってるだろうって、投げミスだけどって、はい、思う時ってないの？まあ、あるんですけども、それを情報がもう入ってるんで、メジャーの場合は、じゃあ逆球は、はい、ボールになるなっていう。だからそこで嘘でしょっていう風な風になると逆効果なんで、うん、そこはもう逆球だからボールだなで、取ってくれたらラッキーっていうことで、ましたよ。でもメジャーってまあ移動距離とか、はい、いろいろ大変じゃない。大変です、ね。まあ、日本とは違ってね、はい、まあ、地元の時はあんまり遊ばなかったと思うんだけど、はい、地方行ったらいろいろ飯に行ったり飲み行ったりとかしたでしょ。アメリカって娯楽が少ないですね。それはなぜかって言ったらまあ、州によってもそうなんですけども、お酒の飲める時間って決まってるんですよ、うん、でボストンは特に2時までだったので、うん、まあ、どこの州も2時までだと思うんですけども、うん、ナイトゲームあったら始まる時間が遅いので、うん、メジャーの場合はだから終わったら1時に近くなるんですよ。なので皆さんクラブハウスでご飯食べて、うん、でホテルのバーでちょっとお酒飲んで終わりみたいな感じが多いんです。どっか遊びに行くとかない？だからもうお酒出してくれないんで2時以降で陰でこそっとそのお茶碗とか湯飲みとかにお茶を飲んでるような風にお酒を入れてもらったりとかやってました。そこもしそれがバレちゃったら停止処分なので店側が。ああそういうことか。はい、だからもう本当に知り合いの店で隠れて出してもらった時ありましたけど。いや俺佐々木がねメジャー行ってる時にアリゾナに来た時に、ね、はい、まあ、取材に行ったの、はい、で豊さんちょっとみんなで飲むからおいでよとか言われて、はい、でバーみたいなところで飲んだ、はいはい、でそこにファンの子がいて、はい、ね、聞いていくんだよ。んいやうんじゃなくて消えていくわけ、選手と、はいはいはい、誘われたことある？いや、ないです、僕は。あ、ないの？はい、なんつまんないの？いや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 、だから、外国人の方たちはそういう遊びしてるかもしれないですけど、うん、はい、僕らはだからそれは、まあ、はい、日本のプロ野球でも、はい、なくはないじゃない。消えていくんですか？いや、消えていくっていうか、なんていうの、逆に誘われちゃうみたいなのがあったりとかするときあるじゃない。日本の場合ですね、まあ、なんか雰囲気的に、はい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 、アメリカってないの？そういうなんかアメリカってものすごくオープンみたいな感じがするから結構日本の場合そう言って結構いい話って結構危ないじゃないですか。それいい話じゃないの？いい話じゃないですか。そのバーに女性がいてまあね、で危ないよね、行った時にこんないい話ないなっていう、まあまあ、そうそう、でそこで裏があるじゃないですか絶対、うん、でもアメリカってフライデーとかそういう系のあれがスポーツ選手に対してあんまりないんですよ、うん、あるとしたらタイガー・ウッズだとか、うん、ヤンキースいたら A ドットぐらいなんですよ、うんうん、他の選手って結構そういうなんて出さないんですよね、うん、だからそうやって遊んでる人もいると思うんですけども、はい、だから僕らはそういう遊びは全然しなかったですけどね。だから娯楽が少ないなと思って飲みに向けないし、行くとしたらニューヨークとかあとは西海岸のロサンゼルスとかにそういう場所もあったんですけども、やっぱり時間的にはもう早く閉まるんで
でも女性なんかフレンドリーでしょ、みんな。なんかそんな感じで接してこない。まあ、知ってる人もいたかもしれない。僕らはそういう遊びしてなかったですね。向こうで何やってんの？いやもうやってる。いやいや別にそれだけがあれじゃないけど、思ってもないけど。娯楽がないんで、だから大変でしたよ。だからもう本当娯楽ってカジノぐらいですもんね。ゴルフとかやるの？ゴルフは先発ピッチャーやってました。僕らリリーフなんで毎日スタンバイで、集合時間もちょっと早いんで、やはりこう何かあったら困るんでゴルフはしてなかったけれども、松坂大輔君もやってましたね。だからその日本でありえないんですけど、その遠征先の荷物出しにゴルフクラブを出してるんですよ、みんな。先発ピッチャー投げたら次の日はもう休みみたいなもんなんで、だからそれはもう本当にあの先発ピッチャーの特権だなというふうに思いましたけど、ね、でも162試合あるとさ、そのぐらいのストレス解消法というかさ、うん、ないとやってらんないだろう。休みが少ないですからね。ああだから貴重な休みは本当に昼間で寝てましたね。それだけ疲れるんで。で先発ピッチャーはやっぱりこう次の日の娯楽のゴルフをやるからストレス発散されてると思うんですけども、リリーフ陣はやっぱり毎回もうスタンバイでブルペンに行って、だいたい3連投までがマックスなんですけども、やはりこうね、そういうことをあればやっぱ自分の体のケアのことを考えますよね。休みの日だったらマッサージ入れたりとか、いろいろこうやりますよね。趣味は何？日本でですか？ゴルフをやりますよ、日本でも。いや向こう行って、向こうの娯楽はやっぱりカジノとかしかないですね。ちょっと かけごとが好きなの？いや好きじゃないですけど、皆さんとブルペン陣に行こうってなるんですよ。でそのカジノ その行ったらもう大体もう貸し切ってるんですよ、ね、そこだけ開けてもらって、あのみんなでワイワイするんですよ、うん、だそういうのが娯楽でしたね。あとはその選手同士の食事会、休みの時はやっぱ休みが少ないんで、あの観光もできないですよ。じゃあメジャーの選手ってあれだけお金をたくさん持ちながら、はい、遊びに使う場所がないんだね。じゃあだから車とか買ってるでしょ皆さん、ね、車5台ぐらい持ってたりとか、家買ったりとか、あと投資したりだとか、あと寄付したりだとかで、税金対策寄付するのはそこなんですよ。だからそういうのをやったりとかいろいろされてるんで、もう本当にあのいろいろ考えてると思いますね。寄付するからステータスが上がっていくよ、ね。まあ、そうですね。社会的な、はい。でもそれも全部税金対策なので、向こうは、うん、すごいんですよ向こう。だからみんな何かあったらもう寄付するでしょ。そういう文化なので。なるほどね。寄付した？しましたしました。かっこいい、ね。いや東北の時もそうですし、いろいろ、はい。えらい。1億ぐらいしてる。いえ、そんな皆さん同じようなこうね、イチローさんがいくらだと大体言われるじゃないですか。それに見合った金額じゃないと結構あいつはああだこうって言われるんで。なるほどね。そこはもう大輔君と一緒に、大輔君はやっぱりお金もらえてるんでこれだけ払って僕はこれぐらいだ、うん、いろいろこうあるんですよそういうの、まあ、ランクみたいな。そうですね、そうですね、給料ランクみたいな。だからその人が低かったら言われちゃうじゃないですか、そんだけかよってね、うん、まあでもそういう精神がね、そうですね、大切だよね。アメリカすぐでしたよ、東北の時のそのね、震災の時は、うん、もうあの僕らの日本人の人が言う前に球団もそうですし、うん、あの相手チームからもそのちょうど僕らオープン戦だったんで、うん、もうそういう募金活動しましょうとか、うん、なるほど寄付しましょうとか、もういろいろもうすぐやってくれました。だから日本のプレイヤーとメジャーのプレイヤーってそこら辺がやっぱ違うよね、意識というかね、はい、お金の使い方というのが、はい、だからメジャーの選手はステータスが高いというね、言われてます、はい。